ペースランナウェイ。YF-29 デュランダルっていつの間にか随分増えたよな。に対する、ネットの反応をお送りするよ。2011年のさよならの翼で初登場したデュランダルだけど、いつの間にか結構な数のバリエーションが出てきたよな。さよならの翼のラストシーンかぶいてやがるは劇場でめっちゃ興奮した記憶。機体製造するにしたって、クォーツがないと意味ないよって言われているのにめっちゃ数がある機体って印象。そうは言うけど本筋で出てきたのはある時とマックス機の2機だけだからな。はぁ、イサム機なんかはマクロスサーキでの F 機だし、映像で出てきたのはある時とマックス機だけってことか。こいつ、カラーリングもだが頭部デザインが YF-19 を踏襲してるのポイント高い。ゲームだと渦巻きなんてのもあったよね。クォーツの件にしたってあくまでバジュラさんやバジュラ母星さんのがもう厳しいよってだけでさ。プロトカルチャー遺跡からの発掘とか、他の産地ガチャを超頑張ればワンチャンだから全くクォーツがないわけじゃない。まあ、言うだけなら、実際は難易度高すぎと思うが。ホールドクォーツって惑星フロンティアで結構取れるんじゃないの？無人像ってわけじゃないのはわかるけど YF-29 を少数生産する程度なら問題なさそうな気がするけど。クォーツ自体は発掘されればまだまだあるんだろう。デルタのキース専用ドラケンとかでも使われてるし。マックス機はせっかく最新映画で登場したのだから頭部デザインを専用に変えてほしかった気がしないでもない。あの、もうこいつ一人でいいんじゃないかな。ムーブは少し自由がすぎる。主人公お得意のインメルマンダンスもあっさり捉えていたしな。マジであの天才は大人気がないよな。この機体が作れるのか否かって部分の一番肝になる部分は賢者の石掛け4個に匹敵するフォールドクォーツだろ。これをどれだけ揃えることができるか次第なんだろうけど、例えば2つ分でハーフデュランダルとか作れんのかな。クォーツなしだったとしても機体として相当に優秀だろうから結構作られたんじゃないのかね。もしかしてクォーツなしが VF-29 になったりして。デュランダル最大の特徴が1000カラット級の超高純度なフォールドクォーツから無尽蔵のエネルギー供給を可能にするフォールドウェーブシステムを装備していることだろう。ってことは1000ガラットクォーツの有無がこの機体最大の特徴、その根幹に関わると言って過言じゃない。それなしの機体でビームキャノンやホールドウェーブシステムは使えるのかね。こいつはクォーツ由来の出力を前提とした機体だからこそ、それなしでは無理だと思う。1000ガラットのホールドクォーツなんて、それこそバジュラの巣を潰して1個取れるかどうかだしな。 YF-29 の生産数は2桁を超えられるかどうかすら怪しいよね。設定通りであれば。現状判明しているバリエーション機ってどれくらいあるんだ？ゲームマクロスサーティに登場した YF-29B パーチバル。一応これが YF-29 の地球本国仕様らしい。あとは同じくマクロスサーティに登場したイサム機。もう一つがマクロスラストフロンティアに登場したオズマ機。あとは言わずもがなのマックス機。これで全部なはずだから、ある時を除けばまだ4種ってところか。あとはランカとシェリルのマーキングが施されたマーキングバルキリーってのが2種類あるけど、あれは立体物のみの話で、話に公式設定の機体じゃないからこの話には含めなくていいでしょ。オズマくん、君だけちょっと頭部デザインが異質すぎない？めちゃくちゃかっこいいんだけど顔が別作品すぎる。さよならの翼のブルーレイディスクを PS3 にセットするとできるゲームでオズマキ使った記憶はある。オズマキって最初はシュミレーター内の体調特権で作ったデータって設定じゃなかったっけ？もともとは YF-29 はオズマが乗る予定だったのだけど、VF-25 をなくしてしまったアルトに譲ったのよ。それがある時。だからオズマキの実機は何にしてもない設定のはず。そのうちネッキバサラ用デュランダルとかも出てきそうだな。バサラはデュランダルに乗せると一番ヤバそう。シナジーが最適化されてるやつだ。血のついたバサラ専用は YF-29 か。いいね。何千葉ソングになるのか興味が尽きない。YF-29B パーチバルって影の薄い子だよな。色が好きなんだけど。VF-17 ナイチナイトメアクラスに近い色合いをしているから正式採用機っぽい雰囲気があって俺も好きだよ。30周年カラーはシンプルにかっこいい。古き良きフォッカー機な色味が実にいい。川森は設定語ってる時は純真な心を持った少年になっとる。デュランダルってさ、長いことぶっちぎりで最強だったけど、デルタの劇場版でようやく性能面で並ぶ機体が出たよな。 V
VF31AX カイロスプラスな、川森監督自身がほぼ性能は変わらないって言っていたからそうなんだろう。29と 31AX はカタログ上はほぼ互角だと聞いた。用途が違うから単純な比較は無意味だが。マジか、戦闘両者だと断然デュランになるな気がする。だってカイプラは現地回収とはいえホールドクオーツモリモリの魔改造機だからな。さすがにジークフリートに比べたら YF29 の方が上だろうけど、こいつはちょっと特別だと思う。それでも YF29 の方が高性能って感じてしまうのであれば、それはパイロットの差だろうな。ほぼほぼ現地回収みたいなカイロスプラスで同等なものが再現できるなら一部廉価版で量産できそうだよな。というか、一応互角くらいじゃないとマックスが大人げないなんてレベルじゃなくなってまう。というか今更だがマックスにデュランダル与えたらそこらのはぐれ機関艦隊より危なくないか。人類の敵に回ることはまずないだろうからセーフ。嫁と娘のためなら敵対する理由がないからな。カイロスプラスは近年の細すぎるバトロイドを極力なんとかしようって努力が見えるから好きだ。フォルムというか装備構成というのか、シルエットがデュランダルを思わせる感じが好き。つまりあれが一種の完成形なのかもね。もともとカイロスってコンテナ乾燥による拡張性が売りの機体だった。そこに加えて主翼にもスーパーパックのブースターやスーパーゴーストを接続できるようになった。その結果他の YF24 ファミリーとの差別化できてるなと思う。結局スペックで言うと同じ YF29 でもある時が最高だろ。純正の巨大ホールドクオーツを4機も搭載してるから。ちなみにこれほど純度の高いクオーツはもう手に入らない。さすがに墜落したある時のホールドクオーツは回収されてんのかな。ランカジャミングなかったらブレラに落とされてそうだったし、最強格なのは間違いないけどズバ抜けた性能って印象はない。そのシーンは非オーバーロード状態な上にあるとはブレラ機落とすつもりなかった。 YF29 が本当にやべえのはホールドクオーツがオーバーロードした時だからな。眉毛の人曰くあそこで撃たれていたとしてもあるとは対応したそうだ。一応直前にロックオンされてたが、マーバルキリーはミサイル撃たれてもどうにでもなる感じだしな。確かにあの時のアルトであればなんとかできていた感じはする。性能的に近いスーパーパーツ装備の VF27 ガンマに加えてゴースト3機が殺す気で襲ってきたところでだよ。結果的にはルシファーに逃げ切られてるけどゴーストはきっちり全滅しているのだから、まあやばい。あそこはアルトのテクニック込みな強さな気もするけど、VF25 とアルトじゃ VF27 ゴースト装備ブレラでは勝てないけど、YF29 のアルトなら拮抗。何かの雑誌のコメントじゃ VF27 ではスーパーパック、ゴーストつけてやっと YF29 に試験できるくらいらしい。なおオーバードライブ、金色に光る状態のある時はスペックで語れない次元だとか。メサイアはともかくルシファーもインプラント前提で普通の人間じゃ乗れないスペックにしてあるけど。さすがにクオーツ4発モリモリ使用には勝てなかったが、ちなみにそんなルシファーを延命処置してあるとはいえ、旧式の VF19 で軽くひねりつぶすイサム。旧のつく機体はやはり特別だな。ハイスペックだが乗り手への要求も高い。たびたび勘違いされがちだが、メサイア、ルシファー・デュランダルの開発時期は一緒だからな。ただデュランダルは他の2機よりクオーツ重視のスペックだったから開発が遅れたって設定。VF25 クオーツの完成制御と EX ギアで高機動性を目指しました。 VF27 クオーツの完成制御とサイボーグ技術で高性能を目指しました。 YF29 クソデカクオーツ詰めば絶対強いじゃん。だいたいこんな感じでパラグリが違うって話で、どれも同じ YF24 系列だしな。なんか機体の性能ばっか議論されるけど、こう振り返るとアルトってなかなかすごいパイロットじゃね。控えめに言って天才。そもそも急増機の 171EX でオズマの 25S とあそこまで立ち回れるんだから間違いなくではいい方。人間やめてるブレラと殺意の塊ゴースト相手に互角に戦ってる時点でヤバい。落とされかけた両者があっても評価は落ちん。アルトはハヤテと比べても戦闘センスは抜群だなと感じるよ。似たような場面でも一枚上手な印象。そして YF29 は何をどう頑張っても大規模量産はできない設定だが、それがいい設定に守られた最強機体いいよね。こいつの性能はクソデカクオーツに支えられてのものだしね。おいそれと作られても困る。
さよならの翼の YF-29 の敬礼から終わりは一生見てられる。あれから新作バルキリーもいくつか出たけど戦闘描写も相まって今でも最強のバルキリーって印象あるわ。アルトは BGM がさよならの翼ってだけで見ているこっちの気持ちが上がるし、本当にずるい。